っしゃいませ。いいな。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。何なんだ。勘弁してくれ。もうしません。おっと。おお。後悔するなよ。いらっしゃいませ。なんてことだ。ありがとうございました。ちょっとてめえ。偉そうにしてんじゃねえよ。 いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。 お。 来たか。どうだ、何か分かったことはないか。はるかを連れ去ったやつらはジャカの連中だ。何、ジャカだと？ああ、ギャングのやつがそうほざいた。はるかは今横浜にいる。だとしたらここで準備する必要があるな。ジャカのことだ。何が待ち受けてるか分からない。 桐生、準備ができたら声をかけてくれ。車で横浜に向かうぞ。あまり無茶すんなよ。横浜へ向かう準備はできたのか？そうだな。分かった。それじゃあ横浜へ向かうぞ。そうか、ガキを奪ったか。いい、今中華街の本部に監禁してます。 これで例のお約束守っていただけるんですよね。おお、お宅のジャカには30で文句ないやろ。 30？ じゃあ島野さんは70ってことですか？いや、うちは50や。なら残りの20億は？おお、来たか。なら紹介するわ。 これが5代目近江連合の寺田いう男や。以後お見知りおきを。錦山のアホからガキの情報を持ってきたんがこの寺田や。残りの20はこいつんところや。そうでしたか。それはそれは。錦山のガキや、まだまだ極道の怖さ知らんで。年が20も下のガキに出し抜かれるかっちゅうんじゃ。 ラウカーロンか。ジャカまで絡んでくるとはな。はあ、大丈夫だ桐生。ペンダントはともかく連中がハルカをどうこうする理由はねえはずだ。伊達さん、ハルカは 見たこともねえ母親探しにたった一人であの町に乗り込んできた9歳の女の子がだ。ただ母親に会いたい、その一心でな。ああ、はるかが俺から離れようとしたって聞いた時、俺は10年前のことを思い出した。何より大事なものを守りたい一心で、自分のしたことを信じてた時の気持ちを。今思えば俺は逃げたのかもしれないとも思う。その人間が背負うべき運命を見てられなくて、それを見届ける勇気がなくて、俺は奴の人生を無理やり曲げちまったんだと。だが心のどこかではこうも思うんだ。運命に逆らった自分は正しかったはずだ。大事なもん守るために必死になった人間は、どんな壁だって乗り越えられるはずなんだってな。水木が死んで、遥はあの小さい体で必死に歯食いしばってる。あいつが運命と戦うなら、俺はあいつのために命張ってやろうと思うんだ。こいつがあのジャガのアジト。そうだ。伊達さんは例の遥の捜査を探ってみてくれないか。お前一人で行くつもりか？悪いが今の伊達さんじゃ足手まといになる。はっきり言いやがる。分かった。すまない。死ぬなよ桐生。お客様、お一人様でしょうか。ラウカーロンに伝えろ。桐生一馬が会いに来たと。いえ、あいにく当店にそのようなものはおりませんが。お客様。そろそろ来ると思ってたよ、桐生一馬。12年ぶりか。ラウカーロ、なんでお前まで。島野さんに頼まれてね、なかなかでかいビジネスだ。俺はそういうのに鼻が利くんだよ。お前も100億を。お前らはこの娘の本当の価値を分かっちゃいない。島野にしてもそうだ。日本の極道っていうのは本当に頭が悪い。ペンダントはどうした？とっくに売りさばいたよ。錦山にね。ドケチな島野には売れんよ。だったらもうその子には用はないだろう。逆だ。俺たちにはこの娘さえいれば十分。何？どういう意味だ？おしゃべりはここまでにしよう。俺は力でジャカをのし上がった男だ。キナ、マフィアの怖さを思い知らせてやる。お前は処分する。まだまだ。じさん、ごめんね、ごめんね。桐生一馬、誘拐の現行犯として逮捕する。なんで誘拐になるんだ、須藤。お前だって見たろ、あの子はあいつに誘拐されたんじゃねえ。何度言われても同じですよ、伊達さん。何があろうと桐生の釈放はありません、伊達さん。だから言ったじゃないですか、手を引けって。